第二次世界大戦における連合国軍のイタリア侵攻は1943年9月にハロルド・アレキサンダー大将を率いる第15軍集団がイタリア半島本土に侵攻を行った作戦である。この作戦はイタリア戦線においてシチリア島上陸作戦に続いて行われたものである。この作戦は西海岸であるサレルの近辺への上陸作戦である。 アバランシェ作戦とカラブリアとターラントへの二つの支援作戦で構成されていた。北アフリカにおける数軸軍を破った後、連合国の間で次にどこを攻めるべきか意見が一致していなかった。ウィンストン・チャーチル英国首相はイタリアをヨーロッパの下腹部と呼んで上陸侵攻を提唱していた。戦争中のイタリアにおける一般的支援は次第に減少しており、チャーチルは 進攻により、イタリアと、特に地中海における、イタリア海軍の影響を削減することができ、連合国の輸送経路を開けると信じていた。これは、中東における連合国軍への補給を容易にし、イギリスやアメリカからソビエトへの支援を増加させることが容易になる。加えて、これは、ドイツ軍の戦力を分散させ、計画中のオーバーロード作戦の対象地域から、 ドイツ軍を移動させることになる。しかし、ジョージシー・マーシャル大将とアメリカの上層部は、フランス上陸を遅らすような作戦を実行することは、望んでいなかった。しかし、1943年中に、オーバーロード作戦を実行することが不可能である、ことが明確になった時に、その後の作戦の計画なしに、北アフリカにおける戦力を用いる範囲でのシチリア島、 上陸作戦に同意した。連合国軍統合司令部は地中海作戦戦域における連合国陸軍戦力の作戦を統括しており、シチリア島及びイタリア本土への進行作戦の計画と指揮をとっていた。イタリア進行の地図シチリア島進行以前の段階においては、連合国軍はターラント周辺への限定的な進行とメッシーな海峡を渡り、 イタリアのつま先部分を通る前進を計画していたが、そこではドイツとイタリアの両軍による抵抗が予想されていた。しかし、ムッソリーニとファシスト等の失脚はより野心的な計画を促し、イギリス第8軍によるナポリ港占領計画を追加することが決定された。連合国軍はシチリア島を基地とする連合国軍機の 後続距離圏内に二つの上陸後方地点を選定した。一つは、ボルトゥルの川口。もう一つは、されるのであったが、より航空機の基地に近い点、波が穏やかで上陸に適している。点、輸送船が海岸に近い地点に停泊することができる。点、海岸部の幅が狭く前進のために道路を容易に建設できる。点、海岸の後方に、 既存の道路網が発達している点など複数の利点からされるのが上陸地点に決定された。ベータウン作戦はイタリア侵攻のための予備作戦であり、1943年9月3日、バーナード・モント・ゴメリー大正式化のイギリス第8軍がシチリア島のメッシーナの港からメッシーナ海峡を横断し、カラブリアに上陸した。シチリア島からの距離が短いため、 船ではなく、直接メッシーナから上陸用集艇で輸送を行った。イギリス大部員軍団所属のイギリス第五不評師団は、つま先の北側に上陸し、カナダ第一不評師団は、南側のスパーティベント・岬に上陸した。モントゴメリー大将は、ベータウン作戦を、兵力の無駄遣いと見て強く反対していた。なぜならば、この作戦は、ドイツ軍が、 カラブリアで抵抗することを前提としているが、ドイツ軍がそうしなかった場合、牽制作戦は意味を持たず、ただ単に主上陸地点であるサレルノの南 480km に兵力を遊ばせる結果にしかならないからであった。モントゴメリー大将の正しさは後に証明された。第8軍の部隊はサレルノまでの 480km を公兵が設置した障害物以外、 何の抵抗もなく前進できたのである。空挺部隊の使用計画は様々なものが存在したが、それらはすべて中止となった。最初の計画では、アバランシェ計画の一部として、グライダーでサレルの近郊に空挺部隊が降下するものであった。しかし、その計画はグラント作戦に変更された。グラント作戦はボルトゥルの側の橋をダッシュして確保する計画であったが、 平隊を支えられないと考えられたため、グラント2作戦に変更された。グラント2作戦は、第82空挺師団が、ローマ近郊の飛行場に降下する計画であった。これには、サレルノ周辺の連合国軍の海岸歩からの距離が遠いため、イタリア軍の積極的な協力が必要であり、第82空挺降下師団副師団長の、 マックスウェル D ・テイラー准将が交渉のためローマに乗り込んだ。最終的にテイラーは罠に陥る可能性があると判断し作戦の中止を勧告した。決定が部隊に伝えられたのは発動直前の9月8日の午後であった。上陸作戦の主作戦であるアバランシェ作戦は1週間遅れの9月9日に計画された。 上陸地点は西海岸のサレルの周辺。上陸部隊はマーク・ W ・クラーク中上配下のアメリカ第5軍であった。第5軍はアメリカ第6軍団、イギリス第10軍団、そして予備兵力としてアメリカ第82空挺、降下師団があり、合計8個師団と2個旅団規模であった。上陸部隊の第1目標は補給のために、 ナポリの港を確実に占領することであり、その後、東海岸に向かって進み、南側にある、数軸国軍を包囲することであった。イギリス第一空挺降下師団は、スラップスティック作戦として、イタリアのかかとの部分であるターラント近くに上陸し、されるのの牽制として活躍した。彼らの任務は、周辺の飛行場や港を占領し、第八軍と合流した後、 こっちは近くで第5軍と合流するために機体進出することであった。計画は大胆であったが、欠点も存在した。第5軍は非常に広い35マイルの前線を持って上陸するが、3つの攻撃手段しか保持しておらず、2つの軍団はその距離と川の存在により分断されているという点である。さらに地形は防御側に有利であった。アメリカの3個。 レンジャー大隊とイギリスの2個、コマンド大隊から構成される、ウィリアム・オーダ・ダルビー大佐配下のアメリカのレンジャー部隊は、ナポリに通じる賛同の確保を命じられたが、レンジャー部隊と、大従軍の後続の部隊を接続するための計画は、何もなかった。また、戦術的な奇襲を期待できなかったにもかかわらず、太平洋戦線では経験上必ず行っていた。 海軍による事前支援砲撃が行われなかった。6個のドイツ軍師団は、ローマからつま先までのイタリアの西海岸における上陸予想地点をカバーしていた。この師団には、ヘルマン・ゲーリング総攻師団、第26総攻師団、第16総攻師団、第15総攻敵団兵師団、第29総攻敵団兵師団、第2空挺高下両兵士団であった。 ドイツ第10軍司令官のハインリヒ・ホン・フィーティング・ホフは、サレルノの平原を見渡せる丘に配置した第16、総甲師団に位置していた。アバランシェ作戦は、トップハットの名称で計画され、連合国のバルカン半島進攻の偽装計画である、ボードマン計画の支援を受けた。アメリカ軍マーク・ウェイン・クラーク大将、1943年9月12日、イタリア、サレルノにおける、 上陸作戦中。アセスアンコン艦上にて、イタリアのプラー島抜け前進する、第370連隊1943年9月3日、ベータウン作戦において、バーナード・モント・ゴメリー大将指揮下のイギリス・カナダ、混成軍である、イギリス第8軍が、イタリア本土に上陸した。上陸に対する抵抗は弱く、海岸線十七マイルを防衛している、ドイツ軍の連隊を残して、 イタリア軍の部隊は即座に降伏した。アルベルト・ケッセル・リンクとそのスタッフはカラブリアの上陸作戦が連合国の主作戦であるとは信じていなかった。論理的にはサレルノの地域やローマの北の地域がより攻撃地点として考えられた。彼はトローゴット・ヘル大将の第76装甲軍団に第8軍との交戦を避けて撤退しつつ橋の破壊などで 第8軍を遅延させるように命じた。このように、モントゴメリーの作戦への反対は正しいことが証明された。第8軍は、戦闘を避けるドイツ軍と交戦することができず、主な障害は、地形とドイツ軍による道路や橋の破壊であった。9月8日まで、ケッセリングは、ハインリヒフォンフィーティングホフの第10軍を集結させ、連合国の上陸に対して、 迅速に対応可能とした。主進行作戦の前、9月8日にイタリアの降伏が連合国に発表され、イタリア軍は戦闘を中止し、海軍は降伏のため連合国の港へ向かった。しかし、イタリア国内のドイツ軍は、そのような事態への準備ができていて、イタリア軍を武装解除し、重要な防衛地点の占拠を行った。 スラップスティック作戦は9月9日に行われた。ターラントにイギリス第1空挺師団が上陸した。前日にイタリアが降伏し、その地域には少しのドイツ軍しかいなかったため、イギリス軍は上陸要求艇などでなく、軍艦から直接港へ上陸を行った。抵抗はほとんどなく、町と港はすぐに占領され、損失はほとんど生じなかった。 アバランシェ作戦、アメリカ合衆国、第5軍によるサレルノへの上陸作戦は、9月9日に奇襲の効果を与えるため、事前の海軍による艦砲射撃や航空機による爆撃なしに攻撃が行われた。しかし、海軍の指揮官が予測したような戦術的奇襲は実現しなかった。第36不評師団の第1波は、パエストムのある海岸に近づいた。 上陸地点からは、各声機によって、英語で、上陸後、降伏せよ。我々は、お前たちを丁重に扱う。しかし、連合国軍の部隊はそれを無視して、攻撃を行った。イギリス第46不評師団、第56不評師団と、アメリカレンジャー部隊と、イギリス海兵隊のコマンド部隊から構成される、第10軍団は、その上陸に対して異なった反応があった。 レンジャー部隊は抵抗なく上陸でき、目的である山道を抑えた。コマンド部隊は軽い抵抗に遭遇したが、されるのの町を迅速に占領することができた。一方、ニコ不評師団は強固な抵抗に遭遇し、艦砲射撃の力を借りないと内陸への進路を勝ち取ることができなかった。ドイツ軍の抵抗の深さとその強度は、イギリスの指揮官に、 南方のアメリカ軍との接続を図るよりも、部隊を集中させることを強要させた。パエストゥムにおいて、ドイツ軍は砲と機関銃座を設置し、上陸地点からの前進が困難となるように戦車を分散配置した。第36不評師団は直前まで、戦闘状態になく、ゆっくりと部隊編成を行い、海岸の選挙を成功させた。7時頃まで、 第16装甲師団による反撃が行われた。この反撃により損害を大きく出したが、艦砲射撃の支援によりこれを撃退することができた。南では第141不評連隊第1大隊が戦闘により追跡中首付となり、無線通信の圏外となった。イギリス軍とアメリカ軍の海岸砲は5マイルの間隔があったため、 その地域のすべてはイギリスの2個師団に割り当てられた。軍団の境界線は第10軍団の作戦を容易にするため、再度引き直され、安全となっていない領域のほとんどの地域は第6軍団に割り当てられた。2つの戦力はその日の終わりに接続し、海岸線に沿って35から45マイルの幅、深さ6から7マイルの領域を占領した。 9月12日から9月14日にかけて、ドイツ軍は自動車化された6個師団の一部による反撃を開始した。目的は、サレルノの海岸砲を占領し、イギリス第8軍と合流する前に上陸部隊を海に追い落とすことであった。アメリカ軍は集中した攻撃に対するには、防衛線は薄すぎ、反撃は大損害を起こした。第36不評師団の 第143不評連隊、第2不評大隊は、ドイツ軍総甲部隊にさらされ、全滅した。左翼の第6軍団で、アメリカ第45不評師団が上陸し、第10軍に割り当てられた地域を確保しようと、前進した。ドイツ軍の総甲部隊は、反撃によりかなりの土地を取り返した。9月13日に、第45不評師団の右翼は、 セレ川とカロレルカの川の交わる点で二つのアメリカ軍の師団の間の突出粒を破られてしまった。ドイツ軍の装甲部隊の攻撃は海岸保の補給物資集積所から4マイルの地点で、砲兵と艦砲射撃、そして砲兵部隊により構成された間に合わせの不評部隊により止められた。両師団の前線の部隊はティーラカソ川の後方に下がり、 防衛線の長さを短くした。新しい境界線の金傍は、第82空挺降下師団の支援を受けて、防衛された。第504パラシュート不評連隊のニコ大隊は、9月13日の夜に、海岸保に下がった後、第6軍の右の防衛線に速やかに移動した。翌日の夜、危機は去り、第505パラシュート不評連隊が、第504連隊の補充として、 海岸保に空挺降下を行った。第504連隊の第3大隊で増強された第325グライダー不評連隊は9月15日に上陸した。強力な艦砲射撃の支援と第5軍砲兵による支援により補充を受け再編成された不評部隊は9月14日の防衛戦の弱点を攻略しようとするドイツ軍のすべての攻撃を防ぎ切った。 ドイツ軍の損害は、ひどく、特に戦車の損害は大きかった。9月15日もドイツ軍の試みは続いたが、翌9月16日には、連合国軍は強力で、突破するのは難しいことがわかり、フォンフィーティングホフは遅延工作を行いながら、第10軍を北に撤退させるように命令した。9月17日に、連合国軍の両方の軍団の地域の偵察部隊は、 海岸保のあちこちにおいて、ドイツ軍との交戦状態が解消されていることが分かり、翌9月18日にすべての目標を再確保した後、第5軍は北へ進軍を開始した。マーク・ W ・クラーク大将は、この戦闘における前線指揮によって、2番目に高位な将である主君十字章を受けた。実際、彼は頻繁に戦闘中の部隊のある前線に姿を表していた。 しかし、歴史家カルロディエステの意見では、クラークの作戦式のまずさがこの危機を起こしたと言われている。クラーク自身は海岸保における危機に対して、第8軍の対応の遅さを非難していた。この意見はいくらかの正当性があった。上陸した9月9日にモントゴメリーは、第8軍に休養を与えるため2日間前進を止めていたからである。 サレルノの戦いはイギリス第10軍団の600人によるサレルノの反乱が生じた場所でもある。彼らは9月16日に補充部隊として新しい部隊への配属を拒否したのだった。彼らは負傷のため来たアフリカ戦線において戦っていた元の部隊に復帰する者と信じていた者たちであった。最終的に軍団の指揮官であるマク・クリーリーは その命令に従うように説得を行った。反乱を指揮した、可視官は死刑を宣告されたが、実際のところ、部隊は再統合され、判決は実行されなかった。ドイツ軍がローマ南に準備した防衛線の地図されるのの海岸保の安全が確保された後、9月19日に、第5軍は北西のナポリへ向かって攻撃を開始した。 第82空挺降下士団は、アルタビッラ・シレンティーナ近くで大損害を受けた後、第10軍団に配置替えされ、ソレント半島にいる、レンジャー部隊及び、イギリス第23機構旅団と合流し、イギリス第46不評士団が攻撃している、チェーラのドイツ軍の防衛線を、側面から攻撃した。イギリス第7機構士団は、第46士団がいる地点を通過し、 ナポリ選挙に向かった。一方、新たに上陸したアメリカ第3不評師団が9月22日にアチェルノを占領し、9月28日にアベリーノを占領した。第8軍は、つま先からドイツ軍の公兵による妨害に出会いながらも、順調に進軍を続け、アドリア海の海岸で第1空挺降下師団と合流することができた。9月16日には、 第五軍の右翼と戦線の左翼で出会い、9月27日には、ホッチャ近くの飛行場を占領しながら、アドリア海の海岸沿いを前進した。ホッチャは、複雑な大規模な飛行場があり、この飛行場を使用して、フランス、ドイツ、バルカンにある新たな目標を攻撃可能であるため、連合国軍の目標となっていた。第一国王。 このエリュー級兵連隊の A 部隊は10月1日にナポリに入り3個イギリス陸軍師団5個アメリカ陸軍師団より構成される第5軍は10月6日にボルトゥルの側に到達したここはドイツ軍の反撃からナポリを守る自然の防御線でカンパに、安平原と必要不可欠な飛行場が存在した一方アドリア海沿岸では イギリス第8軍がビフェルの川沿いのカンポバッソからラリーノとテルモリにかけての線まで前進した。ドイツ第10軍はサレルノの海岸砲を脅かすほど近くまで接近することができた。装甲師団及び走行的弾兵士団6個を使用したにもかかわらず、ドイツ軍の攻撃は連合国の前線を突破し、 連合国の砲兵及び漢方射撃の中、占領地を拡大するには不十分であった。連合国にとって幸運なことに、この時、アドルフ・ヒトラーは、北、イタリアにおける軍集団の指揮官である、ロンメル元帥の意見に賛成しており、彼は、イタリアのローマの南での防衛はそれほど重要ではないと考えていた。その結果、南イタリアの軍集団の指揮官である、 アルベルトケッセルリンク減帥は北イタリアの軍集団から予備を引き抜くことを禁じられていた。大損害を受けながらの大従軍の成功とケッセルリンクの戦略的な考えはヒトラーに連合国はドイツ国境に近づかずドイツがバルカンの石油資源を使用することを妨害しようとしていると考えさせた。11月6日、ヒトラーはロンルを北フランスにおける 防御線の構築の監督に引き抜き、ケッセルリンクにイタリア全土の指揮権を与え、できるだけ長くローマをドイツ軍の手に保持し続けるように命じた。10月前半には南イタリアの全体が連合国の主中となり、連合国の軍はボルトゥルのラインに面していた。この線はイタリアを横切る準備された防衛線であった。ドイツ軍はここで、 支援作戦を行いながら戦うことを選び、ウィンターラインにおける防備が整うまでの時間を稼いだ。このウィンターラインは、ローマ南の防御線である。イタリアの戦いにおける次の部隊は、連合国軍にとって、地形的及び天候的に、熟練され計画的で十分に準備された防衛戦に対しての消耗戦であった。この防衛戦と天候は、防御側にとって非常に有利で、 連合国軍にとっては航空支援や機械化装備の利点を無効にするようなものであった。ボルトゥルのバルバラ・ベルンハルトラインを抜け、ウィンターラインの要であるグスタフラインに到達するには1944年1月中までかかった。このウィンターラインでは4回のモンテカッシーノの戦いが行われ、これにも1944年1月から5月までかかった。 ありがとうございます。